アユタヤ王朝以来のタイのシンボルであり、正式に国章となったのは1911年のことであった。翼を広げたガルダは王室を呼び、政府の象徴として用いられ、憲法や官法など、政府の発する文書や書簡には、ガルダの絵が描かれている。この姿のガルダは、クルートファ、ビシュヌのバーハナとなったガルダと呼ばれている。ガルダは、 インドネシアの国章及び、モンゴル国の首都ウランバートルの紋章としても、用いられている。タイの国章のガルダとインドネシアの国章にある、ガルーダとの違いは、紋章学に基づく盾などを用いていないことにある。タイの国王機アユータヤ王朝では、王は、複数の印象を、内政、外交、軍事、宮廷などの目的で使っていた。その使い分けは、 法令で厳密に定められており、印象を専用に扱う官僚も存在した。これらの印象は、王の権威の象徴となっていったが、ビルマによる、アユタヤ陥落と略奪破壊で失われた。その後の着利王朝でも、印象の使用が継続された。芝神を表すマハアンケン、ビシュヌ神を表すクルートファ、ブラフマー神を表すホンフィメン、 インドラ神を表すエアローフォートという四つの王の印象が王の発する様々な文章に用いられた。これらの印象は1873年の国章制定後も完全に廃止されることなく引き続き用いられた。1873年、即位から間もないシャム王国国王ラーマ5世は近代化の一環として西洋の文章学に基づく国章を制定した。 しかし20年後の1893年、ラーマ5世は、この紋章が西洋化されすぎており、アユタヤ王朝以来の王権の象徴であった、ガルダの姿がないとして、イボ兄弟のナリッサラーヌアティオン神皇に対し、新たなエンブレムを作るよう命じた。当初、ナリット神皇は、縁の中に、ガルダが、ビシュヌ人を乗せ、ヘビガミナーガを退治している姿を描いた。 このエンブレムは、ラーマ5世が、ナリット神皇に対し、ビシュヌとナーガを除くように指示したため、短期間しか使われなかった。結局、縁の中にガルダだけを描いたエンブレムが、ラーマ5世の知性に、王の印象として、象徴として用いられたが、大国家の国章としては、西洋式の国章が依然として有効であった。ラーマ5世が崩御した後、 新たな王となった、ラーマ6世は1910年、西洋式の国章を廃止してガルダの実を、自身のエンブレムとすることを決意し、新たなエンブレム作りを命じた。これは、ラーマ5世時代のエンブレムに基づくものだったが、外周に円を描いてその中に、王の名が書かれており、新たな王が即位するたびに、外周の円にある王の名も書き改めることになっていた。 国王機にもガルダがあしらわれることになった。1911年の法令では、このガルダのエンブレムが、大国王の文書に応印される印象と定められ、以後、大王国政府にとってもこのエンブレムが様々な、機械に用いられる正式な象徴となった。ラーマ7世の1935年の退位後に、即位したラーマ8世は、まだ若くスイス留学中であり、 体感が行われなかったため、新たなエンブレムも作られないままであり、結局ラーマ5世のエンブレムがそのまま代わりに用いられることになった。1946年にラーマ9世が即位すると新たなエンブレムが作られ、これが現在まで王の象徴として用いられている。1911年の法律により、太陽国政府による、 ガルダ像のエンブレムの使用方法が定められたため、今日の政府文書などの髪型には、ガルダの像が印刷されている。ただし法令で、ガルダ像の正式な描き方は定められていないため、省庁などにより、像の形は微妙に異なっている。また王室と取引のある信頼できる企業のうち、希望する企業に対しては、 国王より御用達の証として、ガルダの像が送られている。1873年から1910年までの、シャム国省隊警察の交通警官のヘルメット。旧国省のバッジがある隊はかつて西洋の文章学に基づいた国省を定めており、1873年に、 ラーマ五世が制定した時から1910年に、ラーマ五世が崩御するまでの間使われていた。今日でもタイ警察の暴傷や、軍の大学チュラチョウムクラを陸軍士官学校の象徴として使われている。紋章の上の方には、タイの国王の王権を象徴するレガリア、五種の神器の一つ、金色に輝く大きな王冠、プラマハーピチャイモンクットがあしらわれて、 その頂上から光線が放たれている。王冠の下には、タイの王家である、チャクリー王朝の象徴、スダルシャナの中にあるトリシューラが描かれている。王冠の左右には、国王のためにかざされる、金色の七層の傘が描かれている。紋章の背後で交差しているのは五種の神器のうちの、探検、プラセエンカンチャイシーと、杖、ターラプラコーンである。その背後には、 ドレープ状のローブが垂れ下がり紋章全体を包み込んでいるが、これは王のローブであり、ラーマ5世が制定した、チュラチョウムクラオ勲章のローブでもある。傘と盾を支えるサポーターは、伝説上の動物、王の獅子と象と獅子の合わさった真獣である。シールドは三つの部分に分かれる。上部には、王国の内大族の地を象徴する、エラワンが黄色い地に描かれる。 下の向かって、左には、ラオ族を象徴する白い像が赤い地に描かれている。下右には、マレー族を象徴するクリスが、桃色の地に交差している。シールドの下には二本の鎖があるが、一つは、仏教の分野に、功績のあったものに贈られる旧宝石勲章の、もう一つは、チュラチョウムクラーオ勲章のネックレスを意味する。シールドの下の帯には、 パーリ語によるモットーが、タイ文字で書かれており、と読める。ありがとうございます。